You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかとひかるの姉妹でチャティータイム。はい、こんばんは。今夜も始まりました。はい、もうすっかりやっと秋ですね。ね、涼しくなりましたね。超涼しい。涼しい。もう夜はねちょっと寒いぐらいですもんね、うん、寝る前とか。最高です。最高です。過ごしやすい。超いい。だからなんか昨日もちょっと久しぶりに、うん、友達と、うん、20年来の友達と代々木上原と下北をちょっとぐるぐる回ったんですけど、いくら歩いても汗ばまないと思って。いいですね。そうなんですよ。すごいね、楽というかいい季節がやってまいりました。この気候いいですよね。すごくいい。なんかこうシャツを着てちょっとジャケット着たりとか、こうねニーハイロングブーツが履ける幸せ。いいですね、うん、はい、それがね、はい、いいなと思います。はい、ね、結構なんかお祭りもなんかやってるところも多いみたいで、うん、秋祭り、秋祭りかな、うん、人が多いですね。多いです ねかなり ね今日もね、いろんな方いたり、さっきもね、ランマのコスプレしてる方いたり ね、そう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 。あとは、ね、あれですね、秋花粉が今ほうだいぶやられてる方ちらほら聞きますので、皆さんね、体調も気をつけて、まあ、喉とかもやられないように ねちょっとね、やっぱりそんなに気温差ないはずだし、そんな肌ではまだ感じないけど、うん、喉でちょっと乾燥してるなって思う。ちょっとガラッとするんですね。そう、ガラッとしてる。ちょっと意外ガッとするので。わかる。そう、なんかね、そこで感じ取ってますね、うん、最近ね。そう、皆さん風も気をつけて、一気にね涼しくなったので、うん、はい、過ごしてください。はい、はい、では本日の誕生日カクテルご紹介していきます。はい、10月21日誕生日カクテルはスカイシトラスミュール。うーん、いいですね。なんか綺麗な名前ですね。酒言葉、思いやりの気持ちは忘れない性格美人。いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね、やっぱりね、いくらこうねルックスが素晴らしくても中身がねあれだとってありますから ねやっぱ性格美人大事ですね。どんどん見た目に出てきますからね、はい、出てくるよね、うん、なんかやっぱ表情とかで結構 ね分かるなって思うので、ね、気をつけようって思いますよ、ね、バレちゃうから。そう、バレちゃうんだ ね。はい、こんばんは。いっぱいいっぱい集まって、はーい、こんばんは。ガラス危ないんでね、触んないでくださいね。そう、危ないよ。やっちまったわーみたいな。やっちまったなーって。ね。ね、はい、かすかに聞こえますよ。声がね、微妙にしか聞こえないんですよ。そうなんですよ。そう、ごめんなさいね。そうなんだ。そうなんだ。結構しげーっとしたから、あ、そうなんだ。面白いな。はい、ね、確かにね。あ、こうでしょ。最高でしょ。あ、やっぱ勝ちました。勝ちました。滝が勝ちましたよ。勝ちました。勝ちましたよ。ね、なんかくれますか、ね、なんか一発芸やってくれますか、ね、なんかいろいろじゃんけんぽい。あ、負けました。あ、負けた。負けました。なんかいろんな方集まってみんな集まってくださってね。すごいいろんな方が。ありがとうございます、ね、当てないよ、ね、なんかピンポンボール、ね、ピンポンボールどこで どこで買ってきたの。お祭り行ってきたんですか。あ、お祭りか。お祭りかなんか。どこだろう。渋谷、江ノ島。あ、江ノ島今お祭りやってるんだ。へぇ、しいですよ。そうなんですね。ね、写真撮っていただいて。ほほえましい感じだね。ありがとうございます。ほほえましい感じ、ね、ありがとうございます。 OKOK、ね、OK Thank you。 はい、お疲れ。お疲れ。友達みたいな近所の地元の友達来たみたくなって、ね、はいありがとうございます。 Thank you 愉快。この賑やかさいいです ねなんかね、こう私たちが絡むんじゃなく、うん、こう通ってくれた方が話しかけてくれるっていう、ね、こう逆バージョンでちょっと楽しかった今結構勇気いりますよ ね確かにね。すごいいいですよ。確かに ねそう、ちょっとね楽しかったですね、はい、ありがとうございますはい、じゃあお話戻りまして、はい、スカイストラスミュールは、うん、ベースがウォッカです、うん、はい、で色がマホガニーブリックレッド。青っぽいわけじゃないんですね。なんかスカイウォッカとかスカイが入るから、ね、青いのかなと思ったらちょっと赤系みたいです。でアルコール度数は 20% 前後。うーん、はい、カリフォルニア生まれのプレミアムウォッカ、スカイウォッカのシリーズから
スカイウォッカインフュージョンシトラスをベースにした爽快感のあるモスコミュールだそうです。美味しそうです ね。でも入れ物は青なんですね。そうなんですよ。ボトルはブルーだから、うん、なんかね、あ、青っぽいのかなと思ったら意外と、ね、スカイウォッカは先駆的で、想像力に営んだスピリットに基づき1992年にアメリカサンフランシスコで誕生したそうです。結構最近ですね。4回蒸留と3回ろ過の製造工程によるキレのいい味わいとスムースな後味が特徴のウォッカ。ほう、だからこうスッとしてるんじゃないですか、うん、でサンフランシスコの青空をイメージした軽やかなブルーのボトルも目を引きます、うん、で、あ、そうなんだ。さらにスカイウォッカー米国でも、最も LGBTQ コミュニティの結束力の強いサンフランシスコ生まれのウォッカブランドとして売り上げの一部をマリッジフォーオールジャパンへ寄付するなど LGBTQ をサポートする、施策をグローバルに展開しているそうです。で結構若年層を中心に関心を集めてるあのお酒のブランドでもあるみたいですね。あ、そういうのがあるんだ。なんか多様性の ね、この時代にぴったりですよね。なんかね、こうそういうお酒からまたそういうものがね、うん、広がっていくとかいいですよ ね、はい、ね、ぜひ皆さんもスカイウォッカチェックしてみてください、はい、そして今日は何の日かと言いますと一粒万倍日。お、はい、一粒万倍日は、一粒のもみが何倍にも成長して大きな利益をもたらしますよっていう日なので、なんか仕事始めとか、うん、あとお店を開く、うん、あとはもうちょっとこう、ね、そこまで大きいことじゃなく、なんかこう種まき、自分のやりたいことだったりとか、うん、そういうことに種まきをするとか、あとお金を出すこと、あとお財布の使い始めとかにもね、最適だと言われております。らしいですよ、ね、何かスタートさせるのに、ねね、すごくいいですよ。いいじゃないですか、ね、まだ間に合いますよ、まだ時間ありますから。一粒が万倍になる日なんでね、もう字の通り。宝くじとかね。あ、宝くじ喋り方よ。いいじゃないですか。誰、ね、誰ですか、はい、っていうね、おじさんがちょっと生まれてましたけど、ね、そして12月21日はあとは明かりの日、うん、今から約140年前1879年のこの日、アメリカのトーマス・エジソンが世界で初めて実用的な電球を開発しました。そのおかげでね、みんなこうやって明るく、ね、あと綺麗なネオンの中で過ごせてるってわけですね。でその発明を記念して日本照明工業会、日本電気協会、照明学会の3団体が設立した明かりの日委員会によって1981年に制定されたそうです。うん、ね、だってこうやって映像とか、うん、こういうライトとかも全部その電球がね、ね、なかった、エジソンがいてくれなきゃ。そうですよ、なかなかこうはなってなかったですよ、この今、ね、もう電子機器必須な時代なわけじゃないですか。そうですよ、ね、配信とかやってると特にそうだし、ね、だからそれを考えるとすごいですね。よう作りましたよね、人間、もう人間のその進化というかね、すごいですよ、ね、すごいよね。いや、もういろんな技術が、本当エジソンありがとうの日です ね、ありがとう、はい、ありがとうエジソン、はいでは本日の1曲目聴いていただきたいと思います。まどかで奇跡リインカーネーション、聴いてください。どうぞ。You
まどかで奇跡リインカーネーション聞いていただきました。ありがとうございます。では本日もフェイバリットムービーコーナー参りたいと思います。どんな映画をご紹介しましょうか。はい、はい、私はですね、もともとゲームが有名な、うん、そこから映画化された、うん、映画をご紹介いたします。ファイブナイツアットフレディーズっていうね、はい、これね、めっちゃゲームの実況とか、うん、まあ、日本でもアメリカでももちろんそうですけど、うん、すごいそのゲームの実況がめちゃくちゃ流行ったんですよ。2014年ぐらいから、うん、あれかな、その発売されたとか、パソコンとかでやるゲームなんですけど、うんうん、夜間の警備員役として主人公が、うん、その警備をするんですけど、うん、モニターとか見ながら、うん、廃墟となったピザ屋さんにいる機械仕掛けの人形が夜になると襲いに来るんですよ、うん、殺しに来るんですよ、はいはいはい、でそれをゲームの主人公は警備をしながら、モニターでも急に人形いなくなったりするんですよ。怖っ。で気がついたらもう真横の扉にいたりとか、怖い、めちゃくちゃ怖い。それが日が経つにつれて、はい、2日目3日目ってなるにつれてめちゃくちゃ困難度が上がっていくゲームなんです。それが映画化されて、うん、で2023年映画化されて、はい、それがまあそれもほとんどゲームと同じ内容なんですけど、まあ、でもゲームを知ってる方とか詳しくやってる方は結構そのゲーム内でも一応メインとしては警備員なんですけど、いろいろとこの裏設定があるんですよ、うん、その裏設定を主軸とした感じで映画が展開していくんで、もともとゲーム知ってる方が見るとすごい面白いくなるかなっていう、うんうんうん、でまたはゲームを知らない方は映画見る前にちょっとゲーム実況とか見てから映画見ると面白いかなっていう作品でして、そうなんですよ。それでその機械仕掛けのそのあのなんか着ぐるみみたいな、うさぎとかアヒルとかクマちゃんとかね、いるやつよね。そうですそうです。なんかチラッと横で殺しに来るんですけど、怖い。なんでそうなったのかとか、あ、普通動かないじゃないですか。ね。それがなんでそう なぜそのね、なんか殺人キャラクターとして出てくるのかっていうのがまず不思議だもんね。そうです。そのとかもいろいろ映画見ていくと、あ、こういう理由だったんだとか分かったりとかするんで、うんうん、ちょっとハロウィンにはちょっとポップでちょっと可愛い感じでっていうので、ね、うんうん、まあ多分お子さんも、まあでも一応あれか、うん、なんか年齢制限はあるかもしれないね。あ、そうだね、はい、ちょっとね、うん、R 指定があるかもしれないですけど、うんうん、まあ、ちょっとゲーム知ってたりとかいう方々はね、ぜひハロウィン時期に見るのおすすめかもしれません、うん、いいかもしれないです。はい、ファイブナイツアットフレディーズ、はい、よかったらね、はい、見てみてください。結構そのゲーム実況の海外で有名なそのゲーム実況をしている方がゲスト出演してたりとかするんで、そういうの詳しい方は嬉しいかもしれないです、ね、なんかこうちょっとそういうマニアにはかなり嬉しい、うん、ね、かもしれません。よかったら見てみてください、はい、何で見れるんでしたっけ。アマプラで見ました。はい、はい、ぜひ皆さん見てみてください。はい、はい、では私はですね、はい、10月18日からもう最近ですね、うん、ついこの間からネットフリックスで公開が始まった映画なんですけれども、はい、Eyes on You というなんか不意にちょっと、うん、とある売れない女優さんがいまして、うん、海外の映画なんですけど、うん、売れない女優さんがいて、うん、でその人がデートゲーム、まあ、今でいうなんかいろいろそのデートしてカップルになるかどうかみたいな番組バラエティあるじゃない、うん、それのもう1970年代か80年代ぐらいの頃の番組に出た女優さんがマッチングした相手が連続殺人鬼だったっていう、うん、こうなんていうのあらすじが載ってて、で不意になんとなく見てみたら実は実際にあった事件を実話を元にしたストーリーだったのを見てる途中で気づいて、え、怖っ。でうわっと思って、でもう1978年、はい、ハリウッドコロンビア大学の演劇科を卒業して女優を目指す、うん、シェリル・ブラッドショーっていう、 こう、うん、女の子がオーディションにこう落ちまくって意気消沈してたんです、はい、でその中でそういう番組出てみないって言われて、はい、出てみて3人男性が出てくるんですけど、うん、でその中で一番こう合いそうだなと思ってマッチングした人が実はその連続殺人鬼で女性とかあと少年だったりとかで、実際に
捕まってももちろんいるんですけど、うん、もう亡くなったのが本当つい最近2021年にやっとその刑が執行されたというか、ずっと勾留はされてたんですけど、で一応こう証明できてるのは7人ぐらいって言われてるけど、実際は130人ぐらいなんじゃないかって。マジ、うん、もう結構ひどい残酷なこうね、そういう殺し方をしてしまう方だったんですけど、でその実話を元にして作られた映画で、うん、なんか見てる途中でなんか急にこうドシッと来てしまって、実話って そんなことあるんだね。でもちゃんとどうにか起点を聞かせてうまく逃げ延びた子もいるわけなんですよ、少女だけど。だから多分そういう人たちの証言からきっとね、こう事件もより掘り下げて、で映画にもなったんだなって思いました。うんうんうん、でもなんかありえなくない話だから、うん、本当で普段はこうカメラマンなんだって言って君綺麗だねって声かけて、でちょっと一人でいて寂しそうにしてる女性とか、あとはなんか誰かと喧嘩して落ち込んでる女性とか、そういう人に声をかけて自信を持たせるようなセリフを言うのよ。で君あの映画の誰々っていう女優に似てるよとかで、こう気持ちをね、よくさせて、それでこう連れていく。かなりね、悪質なあれなんですけど、怖いです。でも、今の時代、全然ありえるよね。だってマッチングアプリでとかさ、そういうのもあるわけじゃないですか。ね、私ほら、ストリートスナップとか、TikTok でも流れてきて。そうねえ、結構あるじゃない、ね、まあ、あれはね、ああいう方たちは皆さんやっぱ表立ってやってる方たちだし、ちゃんとしてる方たちなんですけど、でもそれを装っても、そう、装って紛れてる人がいるかもしれないから、ね、本当なんかそこを気をつけて、ね、もう自分の身は自分で守るをやっていかないといけないなと思いながらね、見てましたね。はあ、実話を元にして、実はそう、結構最後の方に分かったんですよ、うん、なんかその一応なんかこう見ながら、うん、映画のタイトルとか明日紹介しようかなと思いながら見てて、あれしたら、うん、実話を元にしたって出てきて、うわっと思って、で最後にその実際に被害に遭った人は今どこどこで家族と暮らしていてとか、そういうのもこうバーって出てきたから、はあ、うわーってちょっと鳥肌立ちながら見てました、ね、その犯人はこうこうこうでとか、はあ、全部こう流れが最後によく入るじゃない、字幕で ありますね。そう、そのパターンだったんですよ。で、まあ、結構その実話に基づいた、うん、そういうサスペンス系とかそういう事件の映画好きなので、うん、あれなんですけど、資料館もそうですもんね。そう、準備しないで見ちゃったから、うんうんうん、結構ね、なんか不意に見たもんで、なんか分かる、最後の映画の終わりに、うんうん、この物語は誰々はみたいなとか、最後あの字幕で出てきた瞬間に、そ うわーってね、ゾッとするよね。そうなる、そうなんですよ。準備しないで見たら余計にね、なんかやばいもん見ちゃったみたいな、ね、余計にね、来ましたね。いいですね、はい、ぜひ皆さん気をつけるためにね、注意喚起のための映画だと思って、うん、はい、見ていただけたらいいなと思います、はい、Eyes on You、 Netflix でご覧いただけますので、ぜひ見てみてください。はい、はい、では本日の2曲目、ちょっとね、重い話になっちゃったので楽しい楽曲聴いていただきたいと思います。まどかでメリーナイト聴いてください。どうぞ。
まどかでメリーナイト聴いていただきました、ね、やっぱりいいですね、うん、こうノリのいい曲は、ね、はい、改めて思いました、うん、はいはい、では本日もこちらタロット占いコーナー参りたいと思います、はい、はい、さあ皆さんの1週間の手もうね10月も下旬ですから、はいや、はい、すんごい早い ね、そう最近ねまたちょっとタロットもあの、うん、いろいろお勉強し直そうと思って、なんか動画を見たりとかね、うん、こうあの本読んだりとかしてるんですけど、うん、より奥深くなって一周回ってちょっとわけわかんなくなるみたいなことになってるんですけど、でもね、もともとめっちゃいろんな知識は姉さんありますけど、いやいやいや、さらにそっからそうやっぱね深掘りしていくと奥が深すぎて、うん、もうあの逆位置を読まないとかっていうのもあったりするから、うん、やっぱね、なんかそれもやっぱこう自分でこういうやり方ってスタンスをね決めていかないとやっぱ難しいなと思って思いながら見ておりました、うんうんうん、はい、じゃあね皆さんの1週間の運勢見ていきましょう、はい、皆さんの運勢は、はい、どんな1週間になるでしょうか、まあ、はい、ででん、おお、ハングドマン、吊るされた男でございます。聖地ですか？はい、聖地です。はい、はい、これはですね、なんかすごい悪いあれでもないんですけど、うん、こうね人がこう逆さまに吊るされてるんですけど、でも表情は意外と穏やかだったりするんですよ。だから苦しみながら吊るされてるんじゃなく、その何か達成とか大きな目標があるための今の苦労をしている時期っていうあれなので、それがもう少しで解けてきますよとか、今まあちょっと大変なことだったりきついことがあっても、うん、その先のいい未来のための忍耐ですよっていう時期なので、自分が成長するとかね、そうそうそう、成長するためとか、あと自ら自分はこうしておいた方がいいって潜在的に思ってそういう、うん、なんだろう、行動に出てるとか、うん、ちょっと辛い方に身を投じてるって意味もあったりするので、でもちゃんとそれは先にある目標のためですよって意味のね、はあ、カードでございます。じゃあいいことじゃないですか？うん、いいことです。だからなんかこう、今ちょっときついかもしれないけど、ちょっときついかもしれないけど、その未来のために今は頑張ってみてねっていうカードですね。ああ、じゃあみんなで頑張りましょう。はい、はい、ね、みんなでね頑張りましょうね。頑張りましょうね、はい、いい週間になりますように。はい、はい、ではそれでは、はい、メッセージを読ませていただきます。今回のメッセージテーマは、はい、最近これだけは譲れないとこだわっていることは、はい、はい、ことは誰だっけな、その喋り方なんだっけな、なんだろう、ね、そう、誰かいるんだよな、チコちゃん、あ、チコちゃん、そうだ、はい、あ、シャツかわいいね、シャツ Thank you Thank you 多分ナイトメアの着てたっぽくない、多分かわいいです ね、さあ、では読ませていただきます。はい、まず お一人目、はい、ラジオネームひでひろさんからです。ひかるさん、まどかさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマ、最近これだけは譲れないとこだわっていることは、はい、こだわってるまではいかないのですが、うん、お酒を飲むのを特別な日にして普段ほとんど飲まなくなりました。うん、ほう、えらい。月に酎ハイ缶かビール缶を1本飲むか飲まないか程度ですね。
前はライブハウスに行くと必ずジントニック飲んだりして、ライブ終わりにご飯とビールを飲んでました、うん、今ではライブハウスではミネラルウォーターを頼み、なるべくライブ前にご飯を済ませてます、うん、もちろんご飯の時はお水かお茶になりましたよ。これもダイエットの影響ですね、うん、お酒を飲むとついついいろいろな食べ物を食べたくなるので気をつけます。皆さんはいかがですか。えらい素晴らしいですね。いやだってレモンサワーとかにもいろんなの食べちゃう、唐揚げとかね、軟骨の唐揚げとか美味しいですからね。そうも砂肝と、ね、牛タンとかも合う、美味しい。焼き鳥食べちゃって、この間ね、ちょっと話ずれるんですけど、はい、あの焼肉屋さんで初めて心残りっていう部位を食べたんですよ。何それ心残り。初の近くの部位なんですけど、だからなんかこう初と同じぐらいこう食感がコリコリしててすごい美味しくて、うん、もうこれはお酒が進んでしまうっていうね、美味しかったですね。いいですね。そういやだから偉いね。だってあとライブとかでやっぱ立ちながらだから余計酔うんだけど、うん、あの爆音聞きながらちょっとお酒飲んでるのってすっごい気持ちいいんですよ。好きな曲とか聞いてね、もう没頭できるじゃないですか。いいですよね、分かる。もう横にね、一緒に来てる友達関係なく一人で没頭したいじゃないですか。それぐらい気持ちのいいことだけど、そこを抑えれてるってすごいなって思います。すごいストイックね。ね、秀弘さんね、ダイエットも頑張られて、ね、すごいですよ。だからそれこそすごい前に、うん、DJ イベントに何度か出させていただいた時に、うん、秀さん来てくださってて、うん、結構その DJ カウンター越しにちょっとお話しさせてもらったりしてたんですよ、うん、その時は多分ね、お酒飲まれてたので、そうだからね、偉いですね。すごいです。いや素晴らしい、素晴らしい、ね、素晴らしい。見習わないと。すごいっすよ、はい、我慢できないですね。ねついね、はい、飲んでしまいます。偉いと思います。はい、はい、でお二人目読ませていただきます、はい、ラジオネームジェントルさんからです、はい、まどかお嬢様、ひかるお嬢様、江崎社長、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。今から一生懸命かぼちゃでランタンを作っているジェントルが来ましたぞ、はい、我が輩が譲れないこだわりは推し活、ヒカルさんの推し活ですが、特に最近こだわっているのは歌を歌ってもらっている時のその歌のストーリーに合わせての装飾、アイテムとかってですね、と歌っている時にクスッと笑わせることですかな、ね、その姿を見て周りが笑っている幸せな空間が我が輩にとって一番の癒しになりますからな。あとはうどん屋に通い、茹で時間を毎回変えてもらい、うん、その店での自分に合った麺の硬さを研究していることですかな。面白い、食べてみたいな。栗うどんないそれではまた栗ご飯はあるけど、栗うどんって聞いたことないでしょうよ。初めて聞くからね、あれあるのかね。ないよね。ない。栗うどん、栗ご飯は聞いたことあるけど、栗うどんは初めて聞く。なかなかないと思うよね。でもなんかあのちょっと濃いめの、うん、それこそ名古屋のあの味噌うどんだっけ、あとかにちょっと入ってるとまろやかになって美味しいかもしれないね。美味しそうな気もするよね。だってさつまいもみたいな、まあ似た系統な味わいじゃない。そうだよね。なんか結構なんかいろんなものに合いそうな気はするけど、栗うどんは初めて聞くね。ねえ、ねえ、ちょっと調べてみようかねえ、ちょっと後ほど ね、はい、栗うどんなるものがあるのかしらというねえ、はい、はい、ねえ、なんかひかるさんはこだわってることありますか。私こだわって最近かさ、あ、でもですね、私あの姉さんと一緒に、うん、銀座博品館で流れる雲よ、はいはい、うん、見に行った時にあの、うん、博品館のおもちゃ屋で買った、うん、あのうさぎの音が鳴るやつなんですよ、はい、なんか鳴らすとパラッって鳴ってなんかベロが出るんですよ、うん、そんなのも買ってたのね。それ買いました、はい、それをあんなに泣いた後にそうすっごい泣いた後にすっごい泣いた後に買いに行ってたんですね。 でうさぎの、はい、でそれを、うん、1日絶対1回鳴らさないとダメなんですよ。あ、なんかルーティーンになってるんだ。そうなんですよ。で、はいはい、必ず何かの時にそのウサギをちょっとでもブッて押したりとかして、うん、なんかバレーンみたいな音を鳴らさないと、うん、なんかもう今日ダメだって
ってなっちゃうんですよ。もうだから完全なこうルーティーンの一つになってて、 それ抜かすと下手したら悪いこと起きちゃうかもみたいな、なんかもうなんかあるよね。そうなんですよ。でも確かにね、なので配信中も鳴らしてて、うん、みんなにひかるちゃんうるさいよってまた音もねブラッって言ってたらさ、まあまあ、ずっとブラッ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 ってずっと鳴ってるから、なんかそういう鳥いたよね、黄色いやつ、あのドンキに言ってるやつ、ワーって鳴るやつね、そう、鶏みたいなね、はい、ブラブラっていうのを必ず鳴らしてます、うん、鳴らさないともう落ち着かない。そうです、最近それのこだわりがそういうこだわり法もねありますから、まあルーティーンの一つっていうね、なんかやらないとっていうね、うん、収まらないみたいなっていう、落ち着かない、ね、最近だとそうですか ね。なんか姉さんはありますか。私はまあ昔からなんですけど、うん、ちょっと去年今年入ってからかな、そのずっと長年使ってた香水を、はい、ちょっとどうしても違う香りにしたいと思って、うん、ずっと探し回ってたんですよひどいひどいぐらい、あなたまだ定まんないのっていうぐらい、ね、はい、しょっちゅう、まあ、小さいのも買ったり、小さいのがない場合はもう買ってみて、うん、つけて見ないと香りって本当変わるので、うん、人の肌によって、なのでもうそれをすごい繰り返して繰り返して大変なことになってて、確かにずっと匂いこだわってて何ヶ月も前から毎週匂い変わるんですよ、うん、姉さんが変わるんですよ。でなんかこれどうかなって言って聞かれていやでもそれあれじゃないとか、ちょっとイメージ合わないかなっていう、そんな聞き方して結構真剣なんですよ、真剣に、ね、でなんか顔もすごい真剣でで、また次の週になったら、うん、まあ、車でね、またおはようとか車で会った時にまた、うん、今日の匂いどうかなって言って、でまた楽屋着いてからもやっぱりこれどうかなっていうのを、そう、だから自分の中でなんかピンときてもいないから、そう、多分人に聞いて、そうなんですよ、なんかどうかっていう ね、で意見ね、で毎週毎週ね、でずっと聞かれてて、今日も楽屋で、うん、光るこれどうかなでも今回すごいピンときてる匂いですよ。やっとだいぶだいぶ ね理想に近づいてきております。でもこだわって、そう、もうあの、うん、最初の精油から、はい、あのアロマのオイルあるじゃないですか、はい、もうそこから自分で好きな香り100種類ぐらいの中から全部嗅いで、うん、で何を入れたいかこう一個ずつ、トップノート、ミドルノート、ラストノートチェックしていって、うん、で調香師さんにも相談して、理想の香りはこういうのですっていうのを伝えて、うん、で例えばそれに合わない香りが入ってると調香師さんがちょっと酸っぱい香りになりますよとか、うん、ちょっとあのレザーっぽい香り嫌だっておっしゃってたけどそうなっちゃいますよこれ入るととかって細かく教えてくださって、それでもう自分で調合できるところにも作りに行って、はい、でだいぶだいぶかなり理想に、まだちょっともう少しもうひとひねりっていう気もするんですけど、まあでも今気に入ってもいるからまず使ってみてもうちょっと、うん、でそっからまたねなくなったら作りに行こうかなって思ってますね。すごいっすねこだわりが。でも匂いね、わかるわ、なかなか難しいです、うん、ほんともうなんかこう自分の理想の香りがあまりにもなくて、だいぶだいぶねこうがっかりしながら、一回もうこれっていうもう過去に見つけたやつが、ね、廃盤とかになっちゃってね、廃盤になったり、ちょっとある日からこれなんか今違うなそろそろってなる日とかが来るんで、うん、もうねその香りの旅がちょっと長いですね、だいぶなかなかね、うん、でもすごいそれ分かります、匂い、そう、匂いうるさいですからね、うるさいです、この姉妹、そう結構うるさいですすごいですよね、うん、だいぶねこだわり強いです ね、そう敏感というか、うん、そうだからなんか人の匂いもやっぱ気になるので、うん、だったらもう自分もちゃんとねしておかなきゃっていうのもあるから、うん、そう、ね、だいぶ長い旅路を経て、はい、無事旅が終われば、はい、そろそろかなっていう、ね、もうちょっとで頂上かなっていう感じです ね、はい、はいはい、楽しみにしております自分で、はいはい、では皆さんメッセージありがとうございました。はい、では本日の3曲目聞いてください。まどかでパダンパダン、どうぞ。今宵も聞こえる不気味なこの音、耳につきまとい
数知れぬ罪の呪い窓かでパダンパダン聞いていただきました。では、はい、お絵かきコーナー参りたいと思います。はい、はい、今回は、はい、まあ、ハロウィンも近いので、はい、今 TikTok とか、うん、あとインスタで流行ってる魔女の AI で作った魔女猫ちゃんがいるんですよ。すっごい可愛いのが、すごい可愛い。そう、もうそれね、多分魔女猫ってやったら出てくると思うんですけど、ね、すごいちょっとね、こうふわっと丸い猫ちゃんが魔女ハットをかぶってるっていう AI のキャラクター。そう、杖持ってたり、あと魔法失敗したりとかね。あとピザ、ピザ食べてピザ食べてたりもうそれが可愛いので、それを描いてみます。なんだそれって、もうでもずっとそれ見てなの、猫の、ね、あの音源のなんかさ、鳴き声が可愛いんですよね。オルゴールみたいになってね。そう、もうね、ぜひみんな癒されるので、はい、見てくださいよ。3分いきます。はい、よーい、スタート。スタート。これどうやって描く、どうやって描けばいいんだろう。耳とか。帽子かぶってるから、耳でも出るよね。頭んとこ出てたよね。耳出てなかった気がする。え、耳出てないの？あの、出て…あれ出てないんだっけ。出てない気がしますよ。あ、ほんと。じゃあ魔女帽に…結構帽子も…あれなんですよね、ね、大きめで…なんか違うな。この…魔女の帽子の先端難しいですね。大きめで可愛いんですよ、なんか…ちょっと太ってて、ね、丸くてね、丸くてね、あれ何なんだろう、あの子すごい可愛い、ポムっとしてて、なんかお、あ、餅みたいな、そう、毛がすごいファッファしてて、もうでも下手くそだ私、難しい、可愛いんですよ、可愛いんです、猫。なんかちょっと気持ち、体短いっすよね、うん、短い、短くされてる、なんかね。あ、でももうなんかあの大福みたいな、ね、そう、かわいい、あの猫本当に、あの猫かわいいですもん。かわいい、かわいい、尻尾はあるよね。あれ猫の手って、さ、残り1分半、猫の手って3本、なんかハリーポッター見たか、そう、ほうきに乗ってるやつもあってね、かわいい、あれもかわいいっすよ、かわいい、あ、違う、この口じゃない。え、猫の目ってどうやって描くんだこれ。あのリアルな感じが難しいですね。そう、すごい難しい。もうとりあえずクリクリにしとく。猫の、難しいですね、このその、あ、ちょっとだいぶ難しいかも。なんか模様もあってね、口なんかキティちゃん見たくなっちゃうな。
目もクリクリで、なんか縞模様だよね猫ね。な、何柄っていうんだあの、なんかあれなんていうの、もうこれは虎柄、虎柄、虎柄、何柄って、チャトラみたいな、そう、チャトラ猫ちゃんみたいな。いや、すごい難しいですよこれ。このにゃんこも、うん、うん、そう、こんな感じかな。なかなか難しい。あと何分でしょう、何秒でしょう。さあ、あと8秒ですね。でも、あのなんとか、あ、はい、終わりました。さあまあまあ、あの、なんて言うんですか、これなんか難しいな。なんて言うんですかね、すごい難しいぞ。はい、難しかったです。じゃあ行きますよ、はい、ひかるさんの方から。ん、あ、でも猫になって、あ、ちゃんと魔女猫、魔女猫、なんかこんな感じですよね、うん、そんな感じ。だから体短いんですよ、短くてポムッとしてて、はい。さあ、じゃあ私はそれをすごく簡易的にはい感じです。見える？反射しちゃってる、ね、反射しちゃってるかな。こっちの方がいいかな、正面。あー、うんうん、なんか言いたいことは分かります。言いたいこと、言いたいことは分かるけど、はい、あのリアル感は皆無です。でも、でもなんか言いたいことは分かります。そう、言いたいことはだから、あの多分、うん、魔女の猫を描いたんだろうなっていうのは分かるかも、伝わる、うん、伝わるかなっていうものに仕上がりました。はい、はい、こんな感じで今日は ね、はい、ぜひ調べてほしい、はい、調べてほしい魔女猫ちゃん、すっごい可愛いもんね。もうね、すごい癒されるので、ぜひ見てみてほしいです。はい、はい、ではお絵かきコーナーでございました、はい、ではね、あっという間にお別れのお時間も近づいてまいりましたので、はい、告知コーナーに行きたいと思います、はい、でちょっとね、あの私書き方が下手くそだったのか、はい、あの今日ゲストってね思ってくださってる方もいたりしたんですけど、はい、11月4日と11日とゲストさんが決まっております、はい、まずしんのすけさんが最近加入されましたトリオ、お笑い芸人トリオのお天気の皆さんが11月4日、はい、ゲストで来てくださいます、うん、はい、もう絶対的にね賑やかになって楽しいと思いますので、ね、すごい楽しみです、はい、で、あのこのお天気の真ん中ののりさんは、うん、怪談番組とかにも結構出演されてて、うん、結構ね、あのそこで私は拝見してたので、うん、またご本人にお会いできるのも楽しみですし、はい、皆さんでのトークと、あと3人に加入して緊張してるしんのすけさんを見るのも楽しみです。あ、そうかも久々に見れるかも、なんか、ね、ちょっと緊張してるしんのすけさんが ね、うん、はい、見れたらいいなと思っております、はい、そして11月11日はですね、10月に出演させていただいた音端の、ラディオ DJ& モデルのゆうきさんが来てくださいます、はい、でまたあの音楽をね、好きになったきっかけだったりとか、うん、あとザ・イエローモンキーの好きな楽曲のお話だったり、いろいろお話聞かせていただければと思いますので、楽しみにしていてください。こちら11月11日ゲストで来ていただきます。はい、豪華ですね、11月。豪華です。そう、なんかね、嬉しいですね、うん、年末に向けて豪華なゲスト皆さんたくさん来ていただきます、うん、はい、じゃあひかるさん告知ありますか。はい、お願いします、はいはい、私ですね、滝川ひかる TikTok やっております。またね、今日かな投稿しようと思ってますので、よかったらぜひね、まだチェックしてない方はよかったらぜひ見てください。はい、インスタグラムもですね、インスタグラムもまた明日頃かな、また投稿しますので、お洋服のアンバサダーとかもね宣伝してますので、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、私の、インスタグラムまどかのですね、はい、こちら、ライブの告知もそろそろ、11月30日のも詳細アップしていくので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います、はい、またね、ちょっとあの、まあ、行ってきたお店だったり更新もしてるので、なんかおしゃれなの増えてますね、はい、増えてますはい、覗いてみてください。はい、はい、そしてノスタルジアの方もこちらも販売中ですので、ぜひね、ちょっと気になる方はチェックしていただければ嬉しいです、はい、で、ラジオのそのゲストさんの告知は、私の X の方でも、今日からまたどんどんしていくので、ぜひね、詳細
チョックだってチェックしていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、もうね楽しみですね。そうですね、ちょっとやっぱゲストさん来るってなると、はい、いつも以上にちょっと緊張感もあり、うん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 、楽しみもあるので、はい、また新しいこうちょっと新鮮な空気が流れるのではないかと思いながら楽しみにしております。はい、で来週が、10月はラストかな、はい、8日、はい、ハロウィン間近なのでね、はい、またちょっとハロウィントーク、あとハロウィンっぽい感じで少しできたらいいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん来週もよろしくお願いします。はい、ではお相手はまどかとひかるの姉妹でチャティータイムでした。バイバイ。